この動画には、以上の要素とモッドが含まれています。ご理解の上、視聴してくださいね。よう、毎度どうも、ゆっくりマリサだぜ。毎度、アインです。解説役の達也です。前回ジュークフィッシュ論戦を終えたところから続きです。最初の4匹は驚きましたねー。あそこまで行くとただのギャグなんだよなー。わちゃわちゃして楽しいといえば楽しかったですね。今回はすでにボス召喚アイテムを作成済みのラバジャーに行きます。どんな敵でしょうかね。装備は特に変えてないですね。変えるにしてもハイドロ系にするかな。ああ、そうだ BGM 変えなければ。ボス呼ぶと思い出すやつ。なんでしょうこれ、岩の柱？飛んでいくのか。いろいろな部位がついてますねー。あれ、なんかもろくないか。え、あ、確かにすでに 50% ですか。ナックルでいくとさすがに痛いですね。なんか分離してるのが追ってきてるな。体力見えないのであれは壊れなさそうですかね。右下のバーが 40% 切ったら下に HP 出てきたからこれが本体なのかね。全ての部位を壊すとって感じでしょうか。本はスライム系の押しつぶしと分離したやつや壁で進路妨害がメインか。いやー壊せんだなそれ。すぐに復活するみたいですけどね。にしても見た目結構まがまがしい割に BGM が爽やかな感じあるなー。足場がなかったら上までコンボでついてってたかもな。ふぅ。あや、終わったか。なんか思ったよりも苦戦しない相手でしたね。これなら休憩入れずにどんどん行くか。ちょっと召喚をチェンジしてみます。あ、そっちか。さっきは聞いてなかったけど、こんなメカメカしい起動音してたんだな。どこに防御ダウンが入ったか見えづらいですねー。こんだけ部位があると変色してれば目立ちそうなもんだが。UI 消してると、割とすっきり見える相手だな。本体の動きもシンプルですしねー。こんだけ消してると若干体力が不安になってくる。私は平気ですよ。むしろ相手が虫の息だった。
虫だけに。は？ビクトリー。あ、伝承アイテム見てなかったですね。飛行時間減少で、全ダメージ増加か。これはありでは？だな、今のところ大丈夫じゃないかね。召喚だと楽だったので、近接で行きましょうかね。殴りにくい相手でもなかったしなぁ。あ、でも露骨に痛いは痛いですね。その分減り方も凄まじいんだが。体力減ってジャンプが速くなると、今後稼げなくてあんまりですねまあ、それでも特に苦戦もなく終了だな。というわけで、そのまま袋タイムに行きます。まがまがしいものが多いな。ドクロとかそんなのが多いですね。さて、結構な数を開封したけど、なんか2種類ほど出なかったので、また何かしら条件満たしたらドロップとかそんなだろうな。にしても、こいつ機械と肉が同化してるような感じだったんだなぁ。シルエットじゃそこらはわからなかったですよねー。うん、やっぱり出なさそうなので後回しですね。そういえば、言い忘れてたけど、こいつのクエストもうなくなってたんだよな。どこどこ池とか誰それ倒せばかりが残ってましたけど。まあ、報酬も見た目用とか家具とかだったかな。報酬の一つにこんなのがあるんですけど、割と気に入ってますね。アウトローセットですね。アウトロー、無法者か。ウルティマスクリーバー。なんですこれ。シャワーかな。特定の角度で飛んでいくんですねー。これヒットはしやすいけど、ダメージは控えめだな。剣を当てると強いですけどね。コーパスアバター。見えない剣かと思えば、一応見えるか。結構ゆっくり飛んでいきますね。与えたダメージに応じて体力吸収か、結構いいな。これも近接とローグの2種類があるタイプですね。ローグセットにしてみると、うん、これはステルスゲージがあっても動作が変わらない武器ですね。なるほど、そういうことか。グレニアムスマッシャー。ステルスに関係なく貫通はするんだな。判定が大きいので、地面で撃つと足元に座れやすいですかね。ステルス中は爆破がつくんだな。決めてメッス。おお、下からの貫通だけど、ブロックは貫通でも、敵に当たるとその上には当たってないですね。スパイクラブスタッフ。な、なに？なんか可愛い融合語が。可愛いかはともかく、足場に張り付いたか。おお。
UFO。 珍しいな、上に対しての設置か。対空としてはなかなかですね。呼び出した後に固定すると攻撃なんだな。ばらつきはありますけど、DPS は低くないですね。こう見ると結構まばらに巻くんだな。ネルムラバジャー。トゲを飛ばす銃か。弾のまとまり方はばらつきますけど、意外と威力あるんですね。連射速度がもうちょいあるか、弾速速ければ良さそうかな。いやあ、こう見ると結構な数のボスがいたもんですね。そうだな、どうにもここからが本番みたいだけどな。武器もいろいろ増えそうですよね。増えるといえば、カラミティのアップでもまた来るみたいですね。でも、私たちこれが初ですからね。途中で増える前に終わらせたいところですね。ちなみにそれいつ来るんだ？10月2日に、バージョン 1.50001 アップでの動画が上がってて、カミングスーンだったので、どうでしょうね。なるほどなぁ。といったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。それではまた。よろしければ、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。